はい。皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。ただいま実家におります。この生活感が人とに溢れた空間から今回は動画の撮影させていただきたいと思います。 今回のテーマは、金持ち投稿、札束投稿に対する違和感について話をしていきたいと思います。以前も似たような動画出したんですけれども、ちょっと別の視点からも話をしていければなと思いまして、このように撮影開始してみました。今回の動画もし参考になったなって方、よろしければ高評価、チャンネル登録いただければ、個人です。 先に大切なポイントをお伝えすると、私お金を否定しているわけではないんですよ。お金持ちになることを否定しているわけではないんですよ。むしろお金好きだし、お金持ちになることっていうのは誰だってなりたいことだし、自分だってもっとなりたいと思うし、推奨していることでもあります。なぜならば、 ぶっちゃけた話お金で解決することがほとんどだからですね。この資本主義社会の中で。それは別に贅沢しろとかそういう意味ではなくって、散財しろだとかそういう意味ではなくって、例えば大切な家族が病気になった時に、しっかりとした医療を受けるっていうのもそうだし、私、母方のじいちゃん100歳まで生きたんですよ。父方のばあちゃん97歳まで生きたんですよ。ただ二人とも最後は、 地方所になっちゃったんですね。で、地方所になった、特にばあちゃんを、私家族ぐるみで自宅で介護してたんです。風呂に入れたりだとか、髪の毛染めたりだとか、そういった仕事を私主にしてたんですけれども、で、おむつを変えたりするのはうちの母とかがやっていたんですけれどもね。やっぱりね、みんな疲れてきちゃうんですよ。うちの母も自分も仕事してる身ですから、その中でヘルパーさんを雇うわけだけれども、もう、 毎日長時間雇うっていうことは保険上なかなか難しいわけですね。そんな時もしお金があったら、それこそこの日は半日ずっとヘルパーさんつけるだとかして、我々が休むタイミングっていうのを得ることができる。そうしないと、本当に地方症のばあちゃんはね、大好きなばあちゃんで私ばあちゃん子でしたけれども、地方症の人ってちょっと人格変わったような状況になることもあるわけなんですね。 で、その時に、こっちも日頃のダブルワークみたいな状況になって、ばあちゃんの介護と自分の仕事でピリピリイライラしてる。母親もピリピリイライラしてて疲労困パ状態。で、ばあちゃんもばあちゃんで地方症になるっていうことは、ある種、なんて言うんでしょうね、記憶が錯誤すると言いますかね。なんか自分の中でストーリーを勝手に妄想みたいなものも含めて作っちゃったりして、彼女にとっては、ばあちゃんにとっては、現実なんだけれども、 記憶があべコベになっているのでわけわかんない状況になって本人も多分苦しんでるというよりは自分が主張していることが正しいって思うところもあると思うんですね。その中でバチバチになっちゃって大好きなバーチャなんだけれども怒鳴っちゃったこともあります。そういったことも含めてお金があればいろんなことが解決する。より良い環境っていうのを自分だけじゃなくて自分の大切な人たちにも提供することができる。できる限りのことができる。 っていうのがありますから、そういった意味でもお金は大切だと思います。しかしながら、じゃあなんでお金持ち投稿、札束投稿に対して否定的な感覚を持っているか、違和感を感じているかっていうとですね、そういった上弱ビジネス、 発信者の人たちっていうのは、お金に対してネガティブな意識があるから、札束投稿に対して否定的な意見をあなたたちは持っているんですね、みたいな言い方をしますが、そうじゃないんですよ。お金に対して、お金自体に対して否定的な気持ちを持っているのではなく、そのお金を見せびらかしている彼らに対して違和感を持っているだけなんですね。 なんでそんなお金を見せびらかすのか金持ち投稿、札束投稿っていうのは具体的には直球、直接的なものだと自分はこんなにお金を持ってますだとか、お金を稼いでいますだとか、お金の稼ぎ方を知っていますっていうことを生きて発信している状況ですね。これが直接的な状況です。 間接的な状況っていうのは、例えば高級ホテルの夜景を撮影して、まあ要するに自分はその高級ホテルに泊まれるぐらい金持ってますせっていうのをアピールしたり、タワーマンのちょっとした小話をしたりして、自分がタワーマンに住んでますせ、要するにめっちゃ家賃高いところに住めるだけのお金持ちですせっていうところをアピールしたり、高級な食事をパシャッとインスタに上げたりして、要するにそんな高級な食事を頼めるぐらい、普段から頼めるぐらいめっちゃお金持ってますせ、 っていうことを見せびらかしたりだとか、ちょっとしたブランド品をさりげなく見せてるふりをしてアピールしながら、要するに自分はめっちゃ高いこんな洋服ないし、ファッション小物を買えるだけの財力がありますっていうことを見せつけてないふりをして見せつけてるっていう、まあ、いやらしいアピール。それが間接的なアピールですが、そういったものも含めて自分自身はそういうことをしている人が私は いやらしいやつだなって思っちゃうんです。それ誰だってお金があったら、今私が申し上げた医療費だとか介護のことだけではなくて自分の生活水準が向上することは言わずもかなで分かってるはず。でも、そういったことをアピールしてるお金持ってますよ。アピールしてる人たちに対する違和感っていうのは、その人たちの人間性。 にに対すする違和感なななんんだっていうのが大切なポイントなんですねさらに言えばお金を持っている人が正義みたいなことを主張していますが、お金を持っている人が正義っていうことは言っちゃいけない言葉なんですよ。私はそう思います。なぜならば、もちろんビジネスでお金があったらネットペッパーであれば、大量に買い付けて思いっきり広告費かけて商品を売ることもできる。しかしながらですね、お金があること自体が正義なのであれば、 情弱ビジネス発信者の人たちが二足三毛のよくわからん情報商材を高額で売ったりだとか信者になったカモの人たちから大量のアップセルをしてお金をかき集めたりだとかリフォーム詐欺をしたりだとかスリをしたりだとかお金があればいいのであればそのお金を稼ぐ手段のことっていうのに目をつぶっちゃうことになってしまうんですよ 大切なのはもちろんお金を稼ぎたいしお金を稼ぐことは正しいことだと思います。資本主義社会の中では。しかしながらそのお金をどのような手段で稼いでいるんですかっていうところにフォーカスしなければいけないはずなんですね。だからよく彼らがお前は俺みたいに稼いでないのに自分に意見なんかしてくんなって言います。でもね、私はそういう人たちってもう最悪だと思います。なぜならばそのお金って そんなアホみたいなクソみたいな稼ぎ方でカモからめちゃめちゃ集金したような稼ぎ方でお金持ってるだけじゃんって。お金持ってること自体が絶対的な地位の差を作り上げてしまうのであればめちゃめちゃ悪どいことして稼いだ人の方が上になっちゃうわけですね。だからお金持ち、 の俺に対して俺よりも稼げてないお前が何一丁前に物申してるんだっていうようなやからっていうのは人として最悪だと思います。またですね、その人たちがお金持ちになったっていうことはカモが存在しているわけですが、お金持ち投稿をするってことはそのカモから 徴収したお金を自分はこんな豪奢なこと贅沢なことに使っちゃってますよっていうことをアピっているだけなんですよ例えば私が学習塾の主任講師だった時に学習塾で仕事をしてお給料をいただきますよねそのお金で私がブランド品ばっかり買い集めていて高級車乗り回していてそれを 自分は金持ちでこんなにお金持ってるってひけらかしてたらどう思いますかって生徒さんはどう思いますか生徒さんの親御さんはどう思いますかっていうところなんですよ。もちろん、俺の稼いだ金だからどんなことに使ってもいいじゃないかっていう考え方もあるかもしれないけれども、少なくとも、例えば、 高級なコンサルだとすればね、それこそ5万、10万、50万、100万っていうのも存在しているわけで、その50万だったら50万円っていうのは、泣けなしのとは言わないけれども、汗水垂らして働いた血と汗と涙の結晶なわけですね。それを支払った生徒さんからすれば。その一生懸命稼いだお金を、これで自分の人生を変えたいっていう思いで支払ったにもかかわらず、受け取った方は、 そのお金で、札束で鼻を噛んでるようなね、侮辱的な行為をしているのではないかと個人的には思うんですよ。別に高級料理を食べてもいいですよ。でも、それってマストでやらなきゃいけないことなのかなって個人的には思うんですよ。お金があることを見せびらかす人というのは、お金をたくさん持ってるとカモが集まることを知っているからそういった生活をしているだけで、 本来我々の生活っていうのは、ある種の不自由さの中にこそ幸せを感じる。不自由の中の自由っていうものに対して本来の幸せを感じるんだと思うし、例えば食事一つとっても、 絶対的に高級なものを食べたら絶対的な幸せが得られるわけじゃないじゃないですか。例えば私筋トレそれなりにしていて減量している時に2週間に1回ぐらい減量がなかなか進まなくなった時に炭水化物をぶち込むっていうことがあるんですよ。俗に言うチートデーってやつですよね。そういったタイミングで普段鶏の胸肉とご飯とシンプルな素食を している中で、時々食べる、例えばカツ丼だとか、すき家の牛丼だとか、めちゃめちゃ幸せなんですよ。何百円の話ですよ。何万円のフレンチのコースじゃないですよ。幸せなんですよ。また私、サーフィン二十歳から始めて、最近は全然行けてないんですが、サーフィン思いっきり4時間ぐらいした後に、九十九里浜の 片貝という海岸の近くにあるマルニという食堂で食べるイワシ天丼。1000円もしないですよ。確か800円ぐらいのイワシ天丼。めちゃめちゃ美味しいんですよ。食事っていうのは絶対的な美味しさが存在してるわけではなくって、むしろ相対的にめちゃめちゃ美味しく感じることっていうのは、どんなに安い食事でもあるんですよ。 他の話をもうちょっとだけさせていただくと、私一人で北京に行った時に北京の空港のスラム街の近くの宿に宿泊したんですが、その宿に向かうまでの道中、いろんなことがあったんですね。例えば、タクシーで、 ホテルの近くまで行って、そっから先が道が分かんないっていうから降りて別のタクシー捕まえて走ってった時に、そのタクシーが子供を思いっきり跳ねたんです。私、生まれて初めて子供が宙を飛ぶのを見ました。すごい不謹慎な言い方ですけれどもね。もちろんその子供は無事でしたよ。で、その子供がバーンとタクシーに跳ねられて、そしたらスラム街ですから、周りに家族、親族、うわぁ一族、老人いるわけですよね。 みんな集まってきちゃって、で、その後公安がやってきて、中国の公安怖いですから、私しかも中国語よくわからないですから、未だに下手ですしね。タクシーのドライバーが、私に責任をなすりつけようとしてるっていうのもわかったんですよ。 で、公安の人たちがたまたまいい人で、そんなわけないだろうみたいなことを中国語で言ってんだけど、タクシーの運転手の人たちは私に罪をなすりつけようとしてた。スラム街の住人の、その惹かれた子供のお姉さんだったりだとか、一族郎頭うわー、集まってきて、もう集団に囲まれている状態で、もう死ぬんじゃねえかと思ったんだけれども、 たまたま英語が話せる中国人の通りすがりの通行人の人が来て、あなた今すぐこっからもうすぐに逃げなさいという風うに助言してくださって、私はわーっと逃げたんですね。で、その後ようやくどうにかこうにかホテルにたどり着いて、ホテルでチェックインを済ませて、で、その後ホテルの食堂が閉まってたんで、ホテルの向かいにある、要するにスラム街の 端っこにあるような自転車置き場みたいな汚い、めちゃめちゃ汚い、嘘ここ、レストランみたいなレストラン。まあ、食堂で食べた5元の、当時の金額だと80円ぐらいですか。5元の牛肉チャーハン。もう死ぬほどうまかった。あんなにうまい料理がなかった。要するに、死が目の前に感じられた時っていうのは、生が明滅するんですよね。死にかけた時っていうのは、 生きるっていうことが明滅するんですよ。パッパッパッと点灯するんですよ。その直後に食べる食事ってめちゃめちゃうまいです。サーフィンの話だってそうなんですが、サーフィンをした時に離岸流、カレントに流されて死にかけたりだとか、起きに行きかけたりだとか、私、A を踏んづけてしまって、A の毒針でやられて毒死しそうになったこともあるんですが、その後命からがら、どうにかこうにか生き延びた後の食事もアホみたいに美味しいです。 その時に特に感じたんですけれど、まあ、極端な例ですけど、とにかく話を戻すと、自分は高級な食事を食ってるから幸せなんだってわけじゃないじゃないですか。それは経験積んでない奴がそう思い込んでるだけで、お金持ち、札束投稿してる人たちっていうのは、 成功者はタワマンに住まなきゃいけないだとか、高級車乗らなきゃいけないだとか、高級な料理を食べなきゃいけないだとか、そういったある種の先入観固定概念しか持っていないような、乏しい人だと思うんですよね。乏しいっていうのは、想像力だとか多様性に乏しい人、かつ、経験にも乏しい人だと思うんですよ。だって、私にとって一番うまい食事は死にかけた時に食べた食事ですから、そういった様々なサバイバルな経験をせずに、 情弱ビジネスを行って、一時的にお金がドバッと入ってきて、そのお金の使い道って言ったら、お金持ちを見せつけることにしか使えないんですよ。 そういう状況になるっていうのは、非常に私としては、ものすごく、うん、一元的な生き方をされているなっていう感じが個人的にはしてしまいます。緩和球大ものすごく話がずれてしまったんですが、札束投稿、金持ち投稿をしている人に対する違和感っていうのを持っている人は、真っ当な考え方だと思います。虚像を構築するビジネスっていうのは、自分を自分の実力以上に、何倍も何十倍も大きく見せることっていうのが大切になってくるわけですから、 ってなると、いつまで経っても自分の虚像を構築しないと人が集まらないし、人が集まったらもっと自分の虚像を構築しないとさらに人を集めることができないので、いつまで経ってもそういったうさんくさいことを言って、金持ち投稿をバンバンしなければいけないっていうことになってしまうんですよ。だからそういった生き方をするっていうのは私としては非常にうん寂しい生き方だと、だなと思うし、結局のところいつまで経っても自分自身の 真の部分っていうのが構築できない生き方だなっていうふうに感じてしまうし。なので、私としては今後とも札束投稿に対する違和感っていうのは、このような形で自分の言葉にして発信していこうかなって思っている所存です。というわけでいろいろと話してしまいましたが、最後までご清聴ありがとうございます。もし今回の動画参考になったなって方、よろしければ高評価チャンネル登録いただければ、個人でございます。では、失礼いたします。